川崎市中原区に拠点がある女子バスケットボールチーム富士通レッドウェーブの選手たちによるスポーツ教室が6月14日中原区の小学校で行われました。スポーツの楽しさを伝え地域のチームを応援してもらうことを目的に川崎市が市内の小学校で行う毎年恒例のイベントです。この日小杉小学校を訪れたのは東京2020オリンピックで銀メダルを獲得した宮沢選手、藤本選手、奥選手の3人。2人1組でドリブルしながら相手が出した両手の指を足し算していくゲームなど遊びを取り入れたボール運動から始まりました。負けました。チーム対抗のドリブルリレーでは途中で作戦タイムが設けられ、どうしたらもっと早くリレーがつながるかを児童同士で話し合い、チームプレーについて考える場面もありました。選手たちはこの日5年生103人の児童と一緒に汗を流しバスケットボールの楽しさを伝えていました。教え方がうまくてよかったです。丁寧に教えてくれて分かりやすかったです。素晴らしかった。私自身楽しかったですし、初心に戻れてよかったなと思います。富士通レッドウェーブは10月に開幕するので応援よろしくお願いします。レッドウェーブ。